雨も上がりました。葛飾国道総合スポーツセンター陸上競技場よりお送りします。今日は第58回関東サッカーリーグ一部第9節の模様を、南葛市ホームゲームの模様をお送りしてまいります。南葛市首位との勝ち点は現在8ということになっております。4勝1分け3敗の現在勝ち点13で4位につけております。さあレフリー時計を見ながら19時のキックオフに合わせようというところになります。今キックオフされました。大前元気のドリブルから左に流れてというところですが、東国大一気加勢とまず攻め込んでいきます。14番入ってきました。鈴木のボール、体を当てていきましたのは4番のリュウ・ユウォンです。はい、キレと言いますかね、非常にこの風間サッカーに適したような、はい、そしてお前からいいボールが出た。左セットから入ってくる。サイケサイケリアナイダー、さあ中央待っている、これ空いてるが、これシュワーと、はいはい、アシスト活躍でした。そうか、その金田選手もね、今では南葛で、そうなんです、ね、フリーキック2点叩き込んでいる今季。ナイス、いい展開。さあいいところに通った田中です。中見る、トラップが少し流れたか。キャプテンマック5番の石、非常に高い180センチ超えております。さあ前向いた、お前強引にシュートに行きました。拭き掃除なんかもね、雨の上がった時には南葛高校のみんながやってくれました。いい、いいワンツー、松戸太、さあ中央だ、シュート受けてるというか、打て打て、クリアになりました。暑いかもしれないですね、雨上がっています。さあ小島を収めて小西へという新加入同士のコンビネーション、やばい、打たせたくないよ、打ってきた、決められてしまった。南葛失点です。さあこちら側長島、開いているのは田中、中央佐々木も呼んでいる。さあ長島前で受けます。非常に積極的な攻め上がり今日は見せています長島。そのままオーバーラップ奪う。さあ中央、あこれに反応すればというところでした。戻してダイレクト中央です。これを奪う南葛、ね、さあ前を向く、この辺りが真骨頂。そして今の単純にねクリアじゃなくて繋ぐ意思があったのが良かったですね。さあ池南葛エリア内で、さあシュート、アライいけるか、シュートーよーっ、アライ、いい攻め上がりだった。アライヒロト左サイドバック、大きなセレブレーション、ベンチも出てきました。そうで、足が速すぎて一番最初に戻ってますから ね、 いいですね、攻略が難しくなると、はい、だからうーん前から少しプレッシャーにさらされる感じになってしまいました。中央です。さあここ気をつけたい、なーっとこれはシュートに来る、ナイスキーパー、いいよし、いやこれ出る、どうした、ナイス、いいよし、ナイス、ナイス、ナイス、圧のある声が来ています。さあそれを背に受けながらバックラインからのつなぎ、中央です。ここを収めたい、お前、うんと、ね、相手に渡ります。結構リスクのある、いや、お前がスライディング、ガッツのあるプレーに大きな拍手です。お前のスライディングですよ、素晴らしいプレーが出ました。あいな、やっぱ盛り上がりますよね、はい、お前と佐々木のパス交換から左です。縦の持ち上がり、さあ新井の持ち上がり、縦を狙っている、クスカミオでいいチャレンジですね、いいチャレンジです。相手にとっても、恐怖になってると思いますね、はい、負けんな、ナイス、リュウ、4番センターバックリュウ・ユウォンです。玉城選手久しぶりに、ね、戻ってきましたんで、今大きなコールとともにね、お帰りというような、そんな拍手が。ここに田中、細かいボールがつながります。うい、中央だ、玉城から新井です。新井推進力がある、中小島から一つ戻して、加藤、佐々木から加藤が上がってきている。さあ人数をかけて入ってきている、さあ佐々木が受ける、さあ中央加藤もいるぞ、こぼれてセカンドボール、さあ小西です、奪って、そこで奪われたくなかった、ミドルレンジ気をつけて、エリア内に入られる、ナイス、いいディフェンスを見せました新井、今日は攻守に躍動します。そして持ち上がりも魅力、関口がアップ中という情報が入ってきました。うわ、シュートチャンスになってしまうか、ブロック、ナイスブロック、南葛、そうですね、関口がこの早い時間帯で出るのを、そうですね、
さあそして小西長くなってますね、はい、受けに行きたいですね。少し多くになってきていますが、新井が戻る、ダイレクト、ここは繋いでいきたい、よく、うん、激しく来る、こぼれた位置が良くない、決められてしまった、失点。厚みのある応援が行われています。お前、まだ時間ありますからね。最高。そうですね。さあ左サイドです。ボールも上がってくる。さあ中を見ながらサイドバックも追い越していく関口だ。時間を作って新井に渡った。さあ新井勝負。かましてさあ中に上げれるかというところ、シュート。正面もう一発いけ。さあ行け。行けるよ。プレッシャー与えれば取れるんじゃないか。残したんですね。さあクロスが上げていけるか、中央な勝負、決めた。いや、いいヘディングを見せましたが、ゴールを落とし入れることはできなかった、惜しかった。さあ交代前のプレー、ここで追いつきたいですね。そうですね、東谷選手が入る前に行きたいですけどね、今かなり東京国際の方が、はい、重心がかなり低くなってるので、そうですね、引いてきている。さあチャンスだ、打てるか、戻れ、いけ、押し込め、うわ惜しかった。78分ヘディングできた、ナイスキーパー、いい押し、助けてくれました。これではあまり良くないんですよね。そうですね、まあしかし圧が来ています。さあ中津ボール、前ボールでした。さあ左が空いている関口だ、あー今カットを出したかったな。エリア内4人入ってきた。さあ関口頼む、いいクロスが来た、エリング前がいた、お前まだまだまだある、まだある。さあ田中だ、クロス上がった、加藤の前、大きく蹴り出していきました東国大です。ここでね、ディフェンスの人数増やしても仕方ないので、さあ新井です、新井が上がりを見せ る、 さあエリア内に大前も入ってくる。さあここで受ける、フリックちょんでいる秋山、前だ、うわ収まればというところ、惜しかった。デイビストン選手が入ります。さあ大きな拍手に迎えられます。3番のデイビストン、まずはまあセンターバックの位置に入りますが、なるほど、そうですか、はい、以上ですよ。新井のところから踏ん張って秋山、もう一度新井です。さあ中央上がってきた玉城、さあ刺していこう、お前が前を向く、激しいブロックが来ますが、打ってきた、決まった、玉城、玉城俊吾のゴール、右足、追いついた、なんか同点、同点です。戻ってきたボランチ、玉城俊吾、いやよくね、土壇場で同点に追いつきました。大前も粘りましたね、大前の踏ん張りから、秋山の強さが光る、これ奪いたい、うわ、通されてきつい、シュート落としちゃいけない、エリア内、まもなく93分です、アジアタイムは4分、エリング来た、ナイスキャッチ、さあまだあるぞ、まだあるぞ、さあこれは行こう、中津行こう、行こう、さあ大歓声の奥戸です、ベテランの関口、中を狙っている大前がいる、さあ前抜けている加藤、頼むぞ、折り返してくれ、お前スルーだ、スルーに来た、まだまだ、待ってくれ、まだある、最後だ、さあまだあるぞ、まだあるぞ、さあ中津のボール続いています、時計が93分、あと40秒あります、手元の時計だけでも40秒あります。関口が入れてくる、さあ中でトラップ、右足振り抜いてくれ、デビソンだ、デビソンが行く、奪いました、奪ってチャンスだ、まだある、エリア内だ、関口を理解してくれ、うわ、いうのところです、逃れます、うわー、ここで試合終了、追いつきました、南葛追いつきました。